バーソロミュー・ロバーツは、ウェールズ生まれの海賊。その生涯において、合計400隻5000万ポンドに及ぶ船舶を、略奪したと言われ、18世紀前半までの、海賊の黄金時代最後にして、最大の海賊とされる。ブラックバートの異名で知られる。ロバーツは、海賊史上最も成功した海賊とも評されており、彼の死は、 海賊の黄金時代の終焉を意味した。ロバーツは1682年、南ウェールズのペンブルックシャーに誕生したとされる。少年の頃に水夫となったようだが、前半生はよくわかっていない。出生名はジョン・ロバーツであるが、バッカニアのバーソロミュー・シャープにちなんで解明した説がある。1719年11月、ロバーツは、 イギリスの奴隷船、プリンセス・ゴーに二等航海士として乗り組み、ロンドンを出港した。翌2月、西アフリカ沖で、西インド諸島に運ぶ奴隷を積み込んでいる際、同じウェールズ出身の海賊ハウエル・デイビスに囚われ、海賊の一味とされた。ロバーツは当初この家業をひどく嫌っていたが、他の多くの者と同様、出世できるという理由で受け入れるようになる。 チャールズ・ジョンソンの海賊誌において、ロバーツは、こう語ったとされる。真、ま、っ当な船に乗り組んだら、食事はわずかで、給料も安い上に仕事はきつい。それに比べて、この商売は腹いっぱい食えるし、楽しみや自由、力がある。一か八かの仕事をしくじっても、少しばかりの苦渋を飲めば済む。どっちの家業が得か感情するまでもないだろう。 楽しく短く生きるのが俺の主義だ。プリンシペにて、デイビス船長の最後ローバーツが、デイビスの手下となって、数週間後、両船のキング・ジェームズ号が浸水したために放棄され、デイビスは乗員たちを、ローバー号に乗り移らせた。当時ポルトガル領であったプリンシペ島に到着した、一味は、イギリス国旗を掲げて、港に入るのを許可された。 デイビスは島に数日滞在した後、総督を人質にとって、身の代金を得ようと企んだが、海賊から逃げ出した黒人が、この計画を総督に報告してしまった。翌日、総督を迎えるため島に上陸したデイビスだったが、総督が用意していた副兵たちによって射殺された。デイビスを失った一味は、新たな船長を選出する必要に迫られた。 デイビスの乗組員には、シンプソン、アシュトン、トマス・アンスティスらの、閣下と呼ばれる幹部がおり、彼らのうち数人が候補に上がっていた。それにもかかわらず、ロバーツは乗組員たちの中でも有能さを発揮しており、閣下の一人デニスは演説によって、ロバーツを船長に推薦した。この演説は一味からの喝采を受け、こうして一味に加わって、 まだ6週間足らずのロバーツが船長に選ばれたのだった。船長になったロバーツの最初の仕事は亡きデイビスの復讐だった。勇敢活行人物であったデイビスは乗組員たちから敬愛されていたため皆がこれに賛成した。ウォルター・ケネディという荒くれの男を筆頭に30人が要塞攻略のために上陸し要塞に火を放って大砲を海に打ち捨てた。 さらに、港で奪った、フランス船に砲を積み込んで、街の家へを破壊し、停泊していた2隻のポルトガル船に火を放った。この攻撃の後、南へ進路を取った一味は、オランダ船を略奪した後で、船は船長に返した。2日後、ロペス岬で、イギリス船にエキスペリメント号を打破し、乗組員を全員仲間に加えた後で船に火をつけた。 穴ぼなへ進路を取った一味はそこで水や食料を補給し東インド諸島とブラジルのどちらへ向かうかで投票を行った結果はブラジルだったロバーツの最初の旗18日間の航海の後ブラジルの無人島フェルディナンド島へ到着した一味はそこで水を補給し船底に着いた富士壺や貝を落として船の整備をした一味は ブラジル沿岸を9週間にわたって有力したが、一隻の船にも遭遇せず、西インド諸島に向かうことにした。しかしロス・トドス・サントス沖に近づいた時、2を満載し、リスボンへ向かう途中の42隻からなるポルトガルの船団に遭遇した。これらは70門の方で武装した2隻の護衛艦と合流しようとしていたのである。 ロバーツはリスクを承知しつつもこれらの船を獲物にすることを決心し、船団に紛れ込んで一隻の船に近づいた。ロバーツはこの船の船長に、他の船に合図したら命はないと脅迫し、ローバー号に移乗させて、船団で最も価値のある船を聞き出した。船長からの情報で150人が乗組法40問で、 武装した船に狙いを定めると、ロバーツはその船に、片原生者を浴びせ、フックで引き寄せて一斉に乗り込んだ。激しい戦いの結果、ポルトガル人は、多数死んだが、海賊の犠牲者はたった二人だった。この獲物には、莫大な価値があり、砂糖やタバコのほか金製品、装飾品、そして四万枚ものモイドール金貨を満載していた。特に、 ポルトガル国王のためにあつらえたダイヤを散りばめた十字架は、見事なものだったという。この戦果を挙げた一味は、ギアナ海岸スリナムガにある悪魔の島と呼ばれる小島に、向かい、そこで、戦利品を消費した。総督や商人、その夫人らは海賊を、大層もてなし、盛大な取引が行われたとされる。一味はスリナムで捉えたスループ船から物資を、満載した。 ブリガンティン船が一緒だと聞かされた。この話を聞いたロバーツは、ちょうど食料が尽きかけていたため、40人の部下と共に、スループ船に乗り込んでブリガンティンを追跡したが、目標を見失ったばかりか逆風に煽られて、漂流してしまった。数名の部下をボートに乗せて、救援をよこす、ようローバー号に使いに出したが、帰ってきたのは、 ローバー号に残していたケネディが船と獲物を奪って逃げ去ったという知らせだった。このケネディの裏切りに激怒したロバーツは一味をより強固かつ公正な集団にするために掟を起手を競贈し乗組員たちに署名させることにした。ロバーツの新たな旗バルバドス島とマルティニーク島に対する恨みが込められている残されたスループ船を海賊船としたロバーツ一味は 西インド諸島へ向かい、デシーダ島付近で2隻のスループ船を打破して、物資を奪った。さらに、ロードアイランド籍のブリガンティン船を略奪してから、バルバドスに向かい、沖合で、ブリストル籍の船から大量の物資を奪った上で、乗組員5人を仲間に加えた。このバルバドス船の船長は、島の総督に海賊について報告した。 総督は2隻の武装船を手配して、ロバーツ討伐に向かわせ、出版して2日後に、ロバーツの船と戦闘になった。この戦闘でロバーツは苦戦し、積み荷を捨てることで船を軽くし、やっとのことで危機を脱した。この一件以来、ロバーツはバルバドス島出身者に対して厳しくなり、バルバドス隻の船を捉えた際はとりわけ厳しい処遇を与えたとされる。 ドミニカ島で物資の補給をした後、フランス領マルティニーク島の沿岸警備船に捕まって、置き去りにされたという13人のイギリス人と出会い、彼らを仲間に加えた。一味が次なる進路として、グレナダに向かおうとしていた頃、マルティニーク島の総督に、海賊一味について通報されてしまった。総督は直ちに武装船を手配して、海賊討伐に向かわせたが、 ロバーツはすぐに出版していたためこの攻撃を免れた。バルバドス島とマルティニーク島の総督が自分を捕らえようとしたことに憤慨したロバーツは自らが二つのサレ神戸を踏みつけている姿の海賊旗を作った。この海賊旗にはオブハ、ブという文字が描かれている。1720年6月、ニューファンドランド島に到着した一味は番の限りを尽くし、 トレパシーの港に停泊していた22隻の船のうち1隻を除いてすべて焼き払い、入植者たちの魚場や船着き場などを徹底的に破壊した。これらの行為には何の意味もなかったという。打破したギャレー船に宝16門を積み込んで船体に、加えニューファンドランド沿岸を航海した一味は、遭遇した10隻のフランス船をことごとく破壊した。 さらに二26門で武装したフランス船を打破し、ロバーツはこれを機関としてフォーチュン号と名付けた。トレパシー号のギャレー船はフランス人たちに与えた。フォーチュン号とスループ船で船体を組んで航海した。一味は途中でリチャード号、ウィリング・マインド号、エクスペディション号を打破し、乗組員を増強した。ロンドンの豪華船、サミュエル号を打破した際、 一味は船客たちを手荒に扱い、カトラスや斧で船にを破壊し、入用でないものは海に投げ捨てた。サミュエル号からは9000ポンド相当の物資を略奪したという。サミュエル号の略奪の後、一味はボストンへ向かう途中のスノー戦を打破し、船長のボールズに残酷な仕打ちを加えた。ボールズがバルバドス島で一味を攻撃した。 討伐船の船長と同じ、ブリストル出身だったからである。7月16日、一味は二隻の船を略奪した後解放した。さらに翌日、ブリストルから航海してきた、リチャーズ船長のスノーセンフェニックス号を打破し、ボールズ船長と同様リチャーズを虐待した。さらに、 トマス船長のブリガンティン船を逮捕し、乗組員を全員捕虜にした上で船を沈めてしまった。その後、ニューファンドランドを去った一味は、西インド諸島に進路を取り、セントクリストファー島へ向かった。ロバーツの一味は、食料が不足していたが、この島の総督は、一切の援助を拒否した。これに気を悪くした一味は腹いせに町に火を放ち、 港に停泊していた2隻の船を焼き払ってしまった。一味はここからサンバルテルミ島に向かったが、ここでは総督や島民たちからの艦隊を受けた。補給を終えた一味はギニアに進路を取り、途中でマルティニーク島からやってきたフランス船を打破した。ロバーツはこの船をロイヤルフォーチュン号と名付けて帰還とした。ギニアに向かう途中、 船の手入れのためベルデ岬に立ち寄ろうとしたが、目的地より風下に流されてしまい、西インド諸島へ戻ることもできなくなってしまった。一味はしばらく漂流し、病気になるもので溢れ、合死寸前まで追い込まれたが、海よくスリナム海岸マロニ川口沖に到着した。水を補給した一味はバルバドスへ進路を取り、二隻の船を打破した。一隻の船長は、 海賊の掟き手に署名して、後に、両船のレンジャー号の船長となった。トバゴ島で補給した一味は、停泊していたカリアク島にて二隻の武装スループ船が、ロバーツ一味を追跡しているという噂を耳にした。ロバーツは、マルティニーク島総督に復讐するため、島へ向けて出版した。マルティニーク島に到着したロバーツは、偽の旗を掲げ、取引をすると見せかけて、 商人たちを捕らえた。そして彼らを脅迫して金を奪い、捕虜たちを島に返すための一隻を残して二十隻もの船を焼き払ってしまった。ドミニカ島へ向かった一味は、オランダの貿易船とロードアイランドのブリガンティン船を打破した。この二隻を伴ったまま航海し、グアダルーペ島で、 スループ船とフライボートを逮捕した上で、スループ船は略奪後を焼き払った。その後、イスパニョーラ島で、ロイヤルフォーチュン号とブリガンティン船を整備していた。一味だったが、二隻のスループ船が彼らを訪ねてきた。スループ船の船長たちはそれぞれ、ポーターとタッカーマンと言い,い、ロバーツのところにやってきて、海賊家業についての伝授と、必要な物資を援助してほしいと言い出した。 ロバーツは彼らの無遠慮なところを気に入り、家業に必要な物資を与えた上で数日間楽しく過ごした。彼らと別れる際にはその家業の成功を祈ったという。ロバーツは自分たちのスループ船を焼き払い、ブリガンティン船をグッドフォーチュン号と命名し、ロイヤルフォーチュン号と船体を組んだ。多くのフランス船から食料を略奪した後、一味はギニアへ向かうことにしたが、 イサカイが原因で、トマス・アンスティスが指揮する、グッド・フォーチュン号が離脱してしまった。ウィダーで船を打破したバーソロミューロ・ロバーツ・チャールズ・ジョンソン、海賊主からセネガルガにやってきた一味は、フランスの巡視船を打破し、レンジャー号と名付けて、両船とした。この地では、フランス人が密貿易を防ぐために絶えず巡視船を有力させており、巡視船は、 ロバーツの船を密輸船だと勘違いしてしまったので、あった。1721年6月、一味はシエラレオネに下り、ここで引退した元海賊のジョンリードストーン、通称、クラッカースラニであった。ロバーツは、リードストーンたちから、それぞれ50門の方で武装した、イギリス軍艦 HMS スワロー号と HMS。 ウェーマス号が一月ほど前にこの地を出港し、クリスマス頃に帰港する予定であると聞いた。6週間ほど滞在して、補給や遊興も満たされると、一味はこの地を出港して、若干まで進み、遭遇した船を、ことごとく略奪した。8月、一味は、王立アフリカ会社所属のフリゲート艦で、ギー船長の指揮する、オンスロー号を打破し、 自分たちのフランス戦から乗り換えた。オンスロー号には、ケープコースト城で勤務するための兵士たちが、体制乗船しており、彼らは海賊に加わることを希望した。ロバーツたちは、船乗りの経験のない兵士たちの申し出を一度は、断ったが、やがてこんまけし仲間に加えた。さらにオンスロー号には、ケープコーストに赴任するための牧師が乗り組んでいた。 海賊たちの中にはこの人物に船の牧師になってもらおうと提案する者もいたが、牧師はこれを提唱に断った。だが海賊たちも、このような聖職者に対しては異形の念を払っていたので、無理強いすることはなかった。ギー船長にはそれまで使っていた、フランス船を与え、新たに手に入れた、オンスロ号は、ロイヤルフォーチュンの名前を東襲司法四十問で武装した。 10月、カラバーに向かった一味は数隻のブリストル船を打歩、したが、攻撃を迫った、原住民たちから攻撃を受けた。原住民は2000人の集団で海賊と対決する、姿勢を見せたが、海賊たちの銃撃に怯み退散してしまった。一味は原住民の村に火を放ったがこれが、原住民たちを恐怖に陥らせ、結局彼らとの交渉は途絶えてしまったのである。 1722年1月、一味は、ラウーミサキまで航海し、王立アフリカ会社所属のキングソロモン号を逮捕して、乗組員20人を仲間に加えた。同日、オランダ船のフラッシング号を逮捕し、物資を略奪した上で、オランダ人の船長を散々苦労した。ウィダーに入った一味は、 港に停泊していた11隻の船を打破し、それぞれ8ポンドの身の白金を得た。しかし、身の白金の支払いを拒否した、奴隷船ポーキュパイン号は、野蛮な仕打ちを受けた。ロバーツは船に火をつける前に奴隷を運び出そうと、ボートを出したが、奴隷の足枷を外すのに手間取り、およそ80人の奴隷を残したまま火を放ってしまった。奴隷たちは、 船内で焼け死ぬか、海に飛び込むかしかなかったが、海に飛び込んだ者は近海にいるサメの餌食となり、海賊たちの前で手足を食いちぎられながら死んだ。酔いつぶれていた、ロバーツの乗組員イギリス軍のフィップス司令官から、ウィダーの代理人宛てに記された手紙を読んだロバーツは、軍艦が一味を追跡していることを知り、たった数日の滞在でこの港を去った。一味は、 アナボナ島へ向かおうとしたが、逆風によって、ロペス岬まで流されてしまった。2月5日、チャロナーオーグル艦長が指揮する、イギリス軍艦スワロー号は、ロバーツとその両船を発見したが、スワロー号は湾深い風上にあり、海賊船に手を出すことができなかった。そのためスワロー号は逃走するふりをして、沖に向かい、これに騙された。 ロバーツの一味はまんまと両線のレンジャー号を追撃に出したのである。スワロー号は海賊本線ロイヤルフォーチュン号に砲撃が聞こえない距離までレンジャー号を誘い出すと砲を開けて海賊たちを蹴散らした。数時間の戦闘の末、レンジャー号はメインマストが折れて10人が即死し、スワロー号は一人の死者を出すこともなく海賊船を捉えた。 2月10日、ロイヤルフォーチュン号とロバーツは、ロンドンから来た、ヒル船長のネプチューン号と共に、ロペス岬に停泊していたが、レンジャー号を連行したスワロー号の奇襲を受けた。ロバーツは、乗組員たちを鼓舞して、戦闘配置に着くよう命令し、最悪の場合はさせに乗り上げて原住民に紛れてしまおうと考えていたが、 雪原してきたスワロー号の砲撃により命を落としてしまった。弾丸の破片がロバーツの喉を貫通し即死だったという。ロバーツはシンクのダマスク式で作った直キと半ズボン赤い羽毛を飾った帽子で着飾り、首にはダイヤの十字架を吊るした金の鎖をかけ、肩にかけた絹のたすきには二丁のピストルを下げるといういでたちであった。 方にもたれかかった船長が死んでいることに気づいた乗組員たちは男泣きをし彼が生前望んでいた通りに愛用の武器を持たせ立派な格好のまま海に投じたこの攻撃を受けた時ロバーツの乗組員たちの多くは酔っ払っており中には船が投降したことにも気づかないほど泥酔している者も,もいたロバーツが死ぬと海賊たちは意気消沈した そして、スワロー号の砲撃で、ロイヤルフォーチュン号のメインマストが吹き飛んだ時、一味はついに降伏したのである。この戦闘で、ロバーツを含む3人の海賊が死に、272人が捕らえられた。敗北後、ジェームズ・フィリップスなど一部の者は自爆しようとしたが、これは仲間たちに阻止された。 1>, 1ヶ月後の3月28日、イギリス史上最も大規模な海賊裁判が西アフリカのケープコーストで行われた。裁判の結果、54人が死刑宣告を受け、うち52人がケープコーストの砦で処刑され、20人が王立アフリカ会社のプランテーションで7年の強制労働に従事することとなった。70人の黒人は再び奴隷として売られた。 一方のオーグル艦長は大海賊ロバーツを殺害した功績によりナイトに除任され、ついには提督にまで昇進した。さらに、ロバーツの船から押収した戦利品により一財産築いたという。海賊誌でのチャールズ・ジョンソンの記述によれば、ロバーツは長身で肌は浅黒く、年齢は40歳足らずだったという。 彼は才能に恵まれ勇気にも富んでいたが、それらを悪事に役立ててしまった。さらにロバーツは、ハンサムでおしゃれな男だったと言われている。彼が好んだ服装は、シンクの宮廷用半ズボンに飾り帯をつけ、オーバーコートを羽織り、紅の羽を飾りつけた三角帽子をかぶり、肩には、黄色の帯で拳銃を吊るし、海賊生活初期に、ポルトガル商人から奪った。 ダイヤモンドを散りばめた十字架を金チェーンで首から下げるという姿だった。ロバーツは酒ではなく茶を上飲し、金言な性格であるが故に乗組員らにも酒による不節生をやめさせようとしたが、それらの努力は結局効果がなかった。皮肉にもロバーツが死んだ時多くの乗組員は酔いつぶれていたのである。ロバーツはまた手下に厳格な 起手を課したことでも知られている。この時代、荒くれ者の海賊にも、船長ごとに取り決めた起手があり、現代の我々がイメージするほど無機動なものも稀だったが、中でも、ロバーツの起手は厳しいものであった。以下はその大まかな内容である。愛乗組員べてに投票権、投票発起権を与える。 またいかなる時でも戦利品の食料と酒に対する平等の権利を有し、随時飲食してもよい。ただし食料が欠乏した場合はこの限りではない。2、打保した船には乗組員全員が名簿に従い、平等に乗船するものとする。各人は分け前以外に自由に衣服を取り替えてもよい。ただし食器類、宝石類、現金を一度たりとも詐取したものは、 無人島に置き去りにする。仲間の金品を窃盗した者は、被害者が犯人の耳と鼻を削いだ上で、無人島ではないが難儀するであろう、孤島に置き去りにする。スリー、カード、サイコロを使った賭博の禁止。フ午後8時をもって、消灯とし、以降の飲酒は、露天看板のみで行うこと。V ピストルや、カットラスの整備の徹底。 6. 女子供を船に連れ込むことは、一切禁ずる。女をたぶらかして断層させて、船に連れ込んだ者は死刑に処す。7. 戦いの中で船を見捨て降伏した者は、死刑もしくはことを置き去りの刑。A と戦場で、仲間同士が争うことを禁ずる。すべての争いは騎士についた際に、当人同士の決闘により決着をつける。 ン自分の分け前が1000ポンドになるまでは仲間を抜けることはできない。このため勤務中に不具になった者には800ドル、それ以外の場合でも、怪我の程度に応じて、共同基金から保証金を支払うものとする。X 船長と総打手は、戦利品の2人分、航海長、看板長、宝術長は点五人分、その他の上級船員は点二五人分の、 分け前を取得するものとする。クしー、学士は、安息日には休息してもよい。それ以外の6日間は特別な計らいがある場合を、除いて無休。ありがとうございます。